なかなかないよ、背もたれのある釣り場。顔が和むもん。激闘を終えた後みたいな感じ。昨日ね、うん、お疲れ様でした。昨日ああお疲れ様でした。話した。いやーいい一日やったな。ドラマがありましたね。ああ一昨日からの。はい。前振りが長いだけにな。そうです。前振りが長いだけにな。今日はちょっと一文字へ。一文字へ。はい。ここも。いやここはもう大会があったり、もう大勢の顔の人たちとか、うん、なもう年齢性別を問わず釣りができるところで、うん、すぐですもんね。そうそう、那覇から近いし、うん、空港も近いし、せっかくやから、ね、まあ実際3時間半ぐらいしかないけど、3時間ぐらいかな。こんなことしてるからなくなるけどな。いつもこの食べてる時間長いよね。そう、もうゆっくり出てきたんですよ。朝、昨日帰ってくるのがもう遅かったんで。そうご飯食べる始めるのがもう11時とかやったから。そうですね。そうそう、だからゆっくり9時の便で来たらもうみんな並んでやられてます ね、 ね、うん、で空いてるところで今日の目標は何か一匹釣ろうですね。そう今日は今日で、まあ、楽しい釣りをしたいと思います。はい、あと3時間なんで急いで一応準備を。もう喋りかけないでください。あ、もうやってください。おはようございます。来ましたね。来ましたね。沖縄ですよ。あ、何もかもが素晴らしい。お、いいですね。今ね、はい、ちょっと平田さんがタックル組んでるんで、その間に毛を巻いて魚を寄せようかなと。おで、ね、あれすごいよ。うわ、濃いですね。濃いでしょ。これをね、どういう動きをするかというところを観察してね、うん、これでさっきよりちょっと倍、10メーターぐらいになって、10メーターでもまだ親ビッチャーの前里に行くと、さら、うんうん、に向こうへ投げてどこまで行くかというのを確認。おお、まあ、行かないでしょ。行かないですね。ということは奴らはあっちから先行くと命の危険がある。うんうんうん、すぐ帰ってくるもんね、行っても。あ、なんかでかいのがあっちにいるってことか。なんで、まあ餌取り対策としてはちょい大きめの方がいいのかなと、そういう観察を今してます。おう、もう海の中の観察することが大事ですね、開発にとっても。うんですね。その中、まあ、平尾さんがどう攻めるかっていうのをまた、そう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 、まあ、いろんな魚がいて、うん、餌取りの中でもその層がある、うん、泳いでる層が違うんで、それも観察しながら、親ビッチャーはどの層、何メーターぐらいの層を、その下には何がいる、その下には何がいるっていう、観察しながら、仕掛けもそれを参考にして組むと。うん、足元巻いたらもう多分釣りにならんやろね。もう餌取りだらけ。餌取りだらけ。ここをどう攻めるか、まあプロなんで、そこは見どころかなと。お、それでまあどうにも太刀打ちができないとか、もしくはこういうものがあったら餌取り回避できるとかいうのを、まあ、発見するのが私の仕事なんで、よく観察しながら。岩田さんの釣りを見て次の商品つなげていこうかなと。お、そんな感じで見てます。ありがとうございます。たまにはちゃんとしたお言葉いただきちゃんとしてるやろいつも。何やねん
ひどいな。変態と写真撮ってるで。変態と。変態と写真撮ってるで。よし、やりましょう。よろしくお願いします。お願いします。なんか釣ろう。なんか釣りたいね。魚を。でも手前には親ビッチャーがやっぱ多いんやな。親ビッチャーいっぱいおるわ。ほい。でもあの浮きのとこまでは行かへんな。うん、ここにずっと集まってる。今ちっちゃいのしか見えないけどな。なんか見え始めたら楽しいけどな。スタートは竿はちょっと曲げて楽しみたいので 1.2 ですよ。道とビヨンド 2.5、 ハリスパワーカーボンマックス 2.5、 ハリがグレバリの6、浮きね、ちょっとね、円筒の M のマイナス0、久しぶりの、だから沈んでいく。で浮き止めあり下り玉ありで、浮き下は竿1本弱でね、パワーノットサルカン M でつないで、今重りなしね、だから浮きのマイナス0の浮力だけで今入っていってる感じ。何回かここでね釣りしてるって、やっぱ深いんでね、基本的には魚が見えれば浅くすればいいけど、基本的には水深があるとこなんで、見えん時はもう下の方で釣るしか魚かける方法がないからね。巻き巻きながら上がってきて釣りたい魚がいれば浅い棚で、釣りたい魚がいなければどんどん深く、だから浮きごと入れるか大きい重り使ってやるかしかないんで、風がねこれ今日思いっきり横風、左から右の横風なんですよね。こっちね、真横だから、どっちにしてもこの風の中で釣りしようと思ったら浮きを沈めるか、よく俺の愛する1号とかで重りの力に耐えるかしかないはずやから、ちょっとさスタートはマイナス0で、浮き自体が入るようにして、ちょっと順番に入れながら、どっかで魚が出てくるかを。苦しそうやな浮きが。道とはどうしてもこう右にバーンと膨らむんでね、これが潮が左に行ってくれたらすっごい釣りやすいけど、ちょっと苦しそうです。なんかおらんかなね、風が吹くと難しいんで、ほんとできるだけ海面に近づけて、餌取りは出てきた前に、全部親ピッチャーやな。当たりや当たりや。お、なんや、なんか来た、なんか来た。可愛いやつかな。いいよ、なんでもいいよ。わ、マジか、やった、グルクンやろこれ。意外と引く、意外と引くよ。いやー、やーりー、そうじゃん、グルクンや。おー、しょい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 、やだー、やったねー、グルクンだー。すごい色してるでしょ、これ金魚ですね、これね。わー、綺麗綺麗綺麗。うわー、オレンジ、赤オレンジに変わったな。すごい、真っ赤っかにやってますね。ほら、なんかいいの釣れるじゃないですか、これ。全然見えへんのやけど、小魚ばっかりで、親ビッチャーだらけなんやけど、うんって持ってったよ、マイナスゼロ。やったね、これ、俺何回か食べたけど、美味しいのよ。美味しいですよ、ね。美味しい、美味しい、これは美味しい。やはり、沖縄県魚でございます。いへー、下の方で食った感じですか。下の方やな。
やー嬉しい。いやこれ、まあ、横風で潮なくて、うわーこれいい魚も見えんから厳しいスタートやなと思ったらブン。あー嬉しい。ほらのんびり、ちょっと今日はのんびり釣れる魚を釣って楽しみたいなと思って来たのに、もうダメだ。もうダメだ、暑くなってきた。クソ、そういうことか、なんとかしたいぞってこうね、なっちゃうわね。これが釣りの面白いところですね。いや釣りはどうでも楽しめるな、宮古さん。ねえ、ほんまにそう思うわ。おお、いいよ、左行き出したよ。どうだ、これ、なんかかからん？浮いてきたぞ、沖で。風が、やっぱり吹いたらしんどい。よっしゃ、来た、かけた。うわっ、うおほ、なんか来たぞ、強いやつ。やばやば、うわ、うわ、うりゃ、うりゃ、まだ行くぞ、絶対。ほらほらほら、うわやばいやばいやばい、何やこれ。角度、気をつけよう。行く行く、あれよ、まだ、うわ、まだ引きそう、まだ引きそう、怖い怖い。うーら、やっぱり泉かな、なんとなく。ほら、おー、泉はサイズ、ナイスファイト。うんうん、いいよこれ。そうじゃ、救って助けて。あ、外れた。あれ外れやろ。ナイスファイト、すごい引きでしたね。そうそう、バイオ引くわ。こう潮がちょっとだけ左にこう行き始めてくれて、魚がちょっと見え出して、ほとんど泉かなと思ったけど、やっぱり泉が食ったら、うん、違う魚も多分混ざると思うわ、そのうち。うん、泉も十分面白いけど、あの引きですから。ですよね。でもうまいことやらんと、これ横で、で風の強弱つくし、で負けにしか魚がこう入らんから、で出たり引っ込んだり出たり引っ込んだり繰り返してるから、ちょっとずれたら当たりが取れない。風対策をしてマイナスゼロでやってるのはいいんやけど、やっぱり沈んでいくし、で張ったらポン置いてくるし、で親ピッチャーいっぱいおるし、結構前にも出始めたから、うまくやれるとヒットに持ち込めるな。そしたらあんな楽しいやり取りができると。面白かった。うん、よいしょ。うわ、かかった。え、かかってたんか、ちっちゃいのが。あ、またや、また来た。また来た。来たというか食ってないやろな、多分な。ブル君です。やった。ああ、ごそごそしてくると釣りはせん。気分が乗ってるオーラが全く出てへん。どうすれば魚かかるかな。浮いてくる魚を仕留めたいんやけどな。でも浮いてこないし、見える時は見えるんやけど、でも。あれはちょっとしんどいわ、これだけ横風が吹かれると。うん、足場が低くてもしんどいね、これだけ高かったらな。これはほんまによう使ってるよ。まあ俺は釣り見てくれてる人はもうみんなわかると思うけど、1号の出番の多さに、だって大好きなんやもん。頑張らなあかんから
その微調整するときはあるけど、もちろんややこしい展開になったりさ、細かい展開になったら、でも基本性格がめんどくさがりやし、地獄みたいで分かりやすい、一番いいね。通称あのドスンと呼んでんね俺は。実はテレビでは使いませんけどね、なんか分かりにくすぎるから。いやもう1号のものでドスンとこう吹かせずりをほらふわ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 させるやん、はい、まあ言うたら塩に乗せなあかんからさ、こう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 いう感じでこういう感じで、まあ、角度決めて重り打ってこうこうするから、ドスンじゃなくてこうふわふわかカチッカチッとこう管理していくような釣り。でも所詮塩に乗せなあかんだけど、これもう塩に乗せるというかもうとりあえず深いとこまで行ってこいみたいな、わかりました、ドスン。だからちょっと悩んでこう心の中では、あーやっぱこれ1号使おうかな、よしドスンいっとくかみたいな。で俺の中では本当はドスンなんよ、よしドスンいこうって。でも馴染ませたら浸透はします。ああそうやな、これが1号使うときはドスンと言いましょうか、うん、よしドスンいこうドスン。いや、なんか嬉しそうやないか、お前。なんか、やけに使うんでタイミングでドスン、ドスンとか言いそうやな、お前。ドスン、ドスン。りょ、りょ。何かを釣らせてください、1号です。ドスンやね、ドスン。ふんふん。だから1号とはいえ横風の中で投げる場所と竿の構える場所で1号でも通用しなくなるんで、あしらいは同じく丁寧に、重りなしでやってるぐらい丁寧に、だいぶ小魚たちがうわーっと前へ出始めたけど、中にいいサイズがいないな、ちょっと伊豆墨も見えなくなってるわ。まあ、1号で竿1本半ちょい、2本弱かぐらいの浮き下でちゃんと浮き止めつけて、で馴染んでしっかり1本半ちょいのところの浮き止めまで行った状態から風に負けないようにさらに入る仕掛けです。マイナス0の浮きとは違ってこれ棚は間違いないんでね、入るんで。マイナス0の場合浮きが入っててももう横向いたりしてるんで、おそらくふわふわ状態ですけど、これはガチッと管理した釣りなんで、同じ深いとこ釣るんでも、よーく見てみよう、浅いとこにピッとだけ折ったりするかもしれない。深釣りしながらよく見よう、今なら見えるぞ。あ、合わせよう、合わせよう、よっしゃ、さあ、お、よっしゃ、よっしゃ、よしよしよし、なんでもええ、来た、引くやつが、お、叩いとる、腰に当てましょう、腰に。おし、最後に魚かけたかったけど、おおおおおおお、楽しみながらやれるレベルよ、すごい合わせ遅かった今。人がもうめっちゃ出てるし、風対策でやった、なんか来た、誰や、誰なんだ、何やろ、あら、なんだ、三の字かな、そんな三字おらん、誰、え、おててててココンココンってなる、お、出た、やっぱり君や、最後とかじゃ
仲良し、俺と仲良し、相性抜群、やったやったー、いちごドスン、ドスンとかじゃありがとうございます。久しぶりや、人に作ってもらうなんてほらほら、丸い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 、まだでも違うよ、堤防で釣った感じに、ね、うん、俺は好きだよ、俺好き、わーい、やったー、ほら中一文字、でも磯のやつより丸ない、丸いですね、太いもう太いよ、すっごいいね、磯、うん、やっぱりお腹も太いしな、だからたくさん人が来ていろんな釣りするからおこぼれいっぱい食べとんちゃうかな、こいつそんな気がするな、この形、よし、おお、丸い、やった、いい当たりでした、ちょっと合わせむちゃくちゃでしたけどもう巻く、巻ける、巻くも遅いからさ、裏に下がろうとしてたもんよし、まあ、もう忘れないよこれ、今回の旅、俺、うん、しばらくしたらまたうずうずしてくるよ、はい、この時期やろな、この時期やんなみたいないや、私も今回感動しましたよ、お、久々に、久々にっておかしいなその言い方したらおかしいですねあ、感動しました、一番感動が似合わない表情をしてるけどねあ、でも伝わったと思うわ、伝わりました、本当にも、カメラで追ってるのが、あの動きは尋常じゃないと、うん、よかったですね、最終日のね、那覇一文字もね、那覇一文字ね、あれはあれでまた違う空間で面白いですね、そう、うん、まあ、回みたくターゲット絞ってガーっていってるわけじゃないから、うん、で、もうゆっくり伸びる足場へと思って釣れる魚を釣ろうと思って来たのに、うん、やっぱり釣りし始めるとダメね、止まらないですよね、もう最後スイッチが入っても入ってもでももうダメですよ、片付けてるのにも関わらずって、ね、何時間釣りしてきたんやよ今日までみたいな、もう我慢できる、今回本当お疲れ様でした、いやもういいことですよ、すみません、はい、そんな平和さんにちょっとご褒美がありまして、ご褒美じゃないですね、いやいや、もう、まあ、ね、もうね、ずっとね、早う頼みすぎやって、もう麺がもう伸びる、汁あるっていうことになってるじゃないですか、これこれ、もう食べて、僕まだ特賞があるんで、それを備えないといけないんで、はい、美味しい即将は食べて終わりたいと思います、はい、本当お疲れ様でした、今回は、いやいや、楽しかった、はい、いや、ほんま、沖縄の人、出会った人、みんな優しくしてもらったんで、皆さんのおかげで釣れましたんで、また来たいと思います、食べます、早く、どうぞいただきます、じゃあまた、うわ、食べとるやろ、完全にバカにするしか思えへんわ、ずっと長年俺を見てきて、それかよ、何や最後のこれ